いよいよ明日オープンハウルの動く城や魔女の宅急便などの世界を表現したジブリパークの新エリア魔女の谷これで5つ全てのエリアがオープンとなり今日その魔女の谷を初めて見たスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが感想を語りました5つのゾーンができたわけですよねでその最後にこの魔女の谷ジブリを象徴するものを 一つの形にしたんだなってそれが僕の感想です中でも一番魅力を感じた場所はアーヤと魔女宮崎五郎が監督で作った映画でと細部に至るまで手の内分かっているわけですよやっぱり力入ってましたねそしてスタジオジブリのホットな話題といえばアカデミー賞で長編アニメーション賞を獲得した君たちはどう生きるか 明日のフルオープンに合わせ、作品に登場するキャラクターの展示が、ジブリの大倉庫で公開されるんです。まあ僕がおめでとうございましたって言ったらね、お互い様でしょって言われてね。<laughs> 何言ってんだあ、そうかと思ったんですけれど、とにかく最後までたどり着けて、それが一番嬉しいって言って。新たなエリアや展示も加わるジブリパーク。いよいよ明日フルオープンです。